の元気とドレミファ音符姫が今日も面白いことを思いついたのだ。日々の出来事、いろんなことを曲にする能力、トニック、サブドミナント、ドミナント、ドッペルドミナント、オーギュメント、ディミニッシュなどのコードで歌詞をつけて自由に曲を作ってみるのもとっても楽しくなります。曲奏をイメージして弾く能力、絵本とピアノ、絵や風景を先生に書いて送ってくれると楽しい曲が出来上がります。どしどしご応募くださいませ。ピーターと狼、バレエ音楽で有名なプロコフィエフの公共的物語です。ミュージックスタート。作りもできますので、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。楽しみながら学ぶこともとっても大切なことです。練習が嫌い、練習は苦手、読譜が苦手、平音記号が難しい、そういう時は楽しく簡単で日々の出来事を歌詞をつけて歌いながら弾いてみる、これが一番です。どうしてもピアノって難しそう、そんな時は視点を変えて簡単な3コード、もしくはドッペルドミナントなどとシンプルなコードで楽しく曲を作って歌いながら弾いてみることも可能です。それでは YouTube およびご入会キャンペーンもついき受けたまっております。手取り足取り、コードネームの仕組み、テンションコード、音楽理論、ピアノ演奏の
基礎から表現力、応用力まで楽しく幅広く学べます。ねね岡村、この中で一番おっちゃめでいたずらで楽しい先生って誰？はーい、それでは皆様、楽しい週末をお過ごしくださいませ。バイバイ。